皆さんこんにちは。今回は、リクエストをいただいていたネタを2つ紹介します。いずれも幻と言われるほどの代物で、未だに実物は確認されておりません。1つ目、虫キング。皆さんは甲虫王者虫キングをご存知でしょうか？カブトムシを捕まえて戦わせる遊びは昔からありましたが、それをゲーム化し成功したのが虫キングです。いわゆるトレーディングカードゲームというものですが、当時は斬新なシステムで、様々な甲虫のカードを集め、戦わせることができました。さて、当時子供たちに大人気だった虫キングですが、幻のカードが存在するという噂があります。どのような話かというと、虫キングが稼働開始する前のプロトタイプのカードが食玩などのおまけで流通したという話です。詳しく説明しますが、虫キングが本格的に稼働する前に、ロケテスト、というものを行います。開発中のゲームを一般公開し、ユーザーの意見などを取り入れる目的で行われる、ベータテストのようなものです。このロケテストの際には、もちろんカードも出てきます。ロケテスト版のカードとしてオークションに出回っております。しかし、ウィキの情報によればロケテスト版よりも前に、おそらく企画段階の時代にプロトタイプと思われるトレーディングカードが存在し、実際に何かしらの形で流通していたらしい、という噂が書かれているのです。つまり、実際に遊べる段階まで開発されたロケテスト版よりも前に作られたカードが出回っているというわけです。虫キングのファンブックでは、確かに企画段階のカードが存在することは記載されているのですが、これが何かしらの形で販売されていたという情報はなく、現に初公開となっているので、もし存在するとすれば、最初の虫キングカードとロケテスト版の間に作られたものが存在するのではないかと考えられます。しかしながら、ウィキ以外でこの話に関する情報はなく、過去10年にオークションサイトでそのようなカードが出品されたのか調べたのですが、見つからず、そもそも存在したのかすらわからない、幻のカードとなっています。この件について、虫キングに詳しい方から情報をいただきまして、まずファンブックに記載されている企画段階のカードについては、昆虫標本コレクターの吉田健二氏の著書から切り取ったものが使われているとのことです。ですので、社内で使う分には問題ないですが何らかの形でこのカードが販売されていた可能性は、やはりなさそうです。ウィキのプロトタイプは、ロケテスト版のことではないかとのことで、蒸気のような相違点があるそうです。初期ロケテスト版、というものも出回っておりこれは普通のロケテスト版よりも作りが雑でプロトタイプと言えるかもしれません。しかし、このカードの入手経路はヤフオクで購入したもので、写真が上から貼り付けられただけのものだったと書かれています。なので、適当なカードに虫の写真を貼り付けただけの海賊版ではないかとのことです。また、企画用カードは出回っているはず、というようなツイートが過去に投稿されており、あり得るとすれば、雑誌に記載があった企画段階のカードを何者かが偽造、それを売っていた者が存在した、もしくは、当時のスタッフが流出させた、という可能性が考えられ、食玩のおまけなどの正式なルートで販売された可能性は低いと思われます。最後に余談ですが、PS2 版の虫キングが企画されていたという話もあり、学年誌でその試作ゲームが商品となっていたこともあったようです。いずれも噂のみが存在し、実物は確認されていないようです。もしどこかで見たという方がいらっしゃいましたらコメントいただけると嬉しいです。バトルドーム。二つ目、バトルドーム。CM が有名なピンボールゲームです。ボールを相手のゴールにシュー、というセリフで有名なバトルドームですが、実はアーケード版の筐体が存在していたそうです。それもわずかな期間。おそらく1995年11月上旬から、開発したサンワイズが倒産する1998年よりも前の期間に稼働していたと思われ、当時遊んでいたという情報もほとんどなくその筐体は失われたままになっております。長年幻の筐体となっておりましたが、
数年前にライセンス元のアンジャール社のサイトで当時の稼働している映像がアップされます。おそらく日本で行われたイベントで稼働している様子を撮影したものだと思われますが、このようにボールを相手のゴールにシュートするという、基本的なルールは変わっておらず、ゲームセンターで出会った人とバトルドームで遊ぶことができます。ニコニコ大百科の方に詳しい遊び方が載っていたので引用させていただきますが、アーケード版ならではの10人勝ち抜きモードがあったり、なんとプレイヤーが足りない場合はコンピュータが操作するシステムもあったようです。こちらは仕様ですが、価格は128万円ほどで雑誌に写真も載っていました。この筐体は実際にゲームセンターに設置されていた記録も残っており、上記に店舗に設置されていたようです。情報源は主に月刊アミューズメント産業で、これは国立図書館デジタルコレクションで閲覧可能です。例えば、ナムコ、ワンダータワー京都店の紹介ページにて、2階部分にバトルドームが設置されているとの情報があります。すでにこのお店は閉店しておりますが、確かに筐体が設置されていた記録はあるのです。で、リクエスト主さんはこの筐体を探しているとのことで、遊んだ方の情報なども聞きたい、とのことでした。雑ブロ掲示板にもいくつか情報が寄せられておりますが、中古の筐体は輸出されるケースもあり、よく台湾の方に売られるケースが多いようで、すでに日本には存在していない可能性もあります。それと、開発元はすでに倒産していることから、筐体自体も廃棄されている可能性もあるかもしれませんね。現状、一部のゲームセンターで設置されたことはあるものの、他の店舗にも設置されていたのか、筐体はどこかに売られたのか、様々な謎が残っている話になります。実際に遊んだことのある方や、今回紹介したゲームセンター以外でも見たことがあるという方がいらっしゃいましたら、コメントお願いします。いかがでしたでしょうか？どれも懐かしさを感じるゲームですね。虫キングはプレイしたことがありますが、実はバトルドームは CM を見たことはあるものの遊んだことがないんですよね。バトルドームのアーケード版を開発していたサンワイズですが、他にもジャンケンマンというゲームを作っていました。よくスーパーなどの小さなゲームコーナーで見かけますが、これも懐かしいゲームですよね。皆さんも思い出のゲームがありましたら、ぜひコメントで教えてください。